抱きしめた男はみんな死ぬ。だから情が怖かった。だから愛が憎かった。すべて消えてしまうから。忌まわしき過去がその華奢な肩にのしかかる。小少将は呪縛を解き放てるのか。情愛の章。おい待て待てったら。いやよ、捕まえたら。誰？悪く思うな。次はあの人。天下布武を掲げた織田信長は畿内を制圧。圧倒的な武力によって天下を支配しようとしていた。だが信長の苛烈な政策に反抗する者も多かった。彼に一度は従った松永久秀もその一人である。久秀は越後の龍上杉謙信の上洛に合わせ謀反。信義山城に立てこもり信長を待ち構えた。久秀の依頼を受けた傭兵西下孫一は西下衆を引き連れ信義山城に向かう。そんな彼のそばに謎の女小少将がいた。共に戦う理由をその微笑みに隠したまま。情愛の章。松永久秀の乱。ねえ、私もあなたと一緒に行きたいの。損はさせないと思うけど。せっかくの美女のお誘い断るはずもないと言いたいところだが、一つ引っかかってる。俺はあんたの大切な人を売った。そう、あの月夜の綺麗な海で、いわば敵だ。そんな俺と一緒にいたいってのか。いけない。乱世ってそういうものでしょ。男は殺し合って、女は奪い合って、生き残るのは強い人だけ。まあいいさ、あんたの好きにすればいい。ありがとう。お礼にあなたも不幸に落としてあげる。あの美女ちゃんには気をつけた方がいい。嘘ばっかだからね。女の嘘なんて愛嬌みたいなもんだ。オタクが全てを飲み込むってんなら何も言わないよ。でも重いよ、美女ちゃんの人生。影のある女なんて最高だね。ますます燃えてくるってもんさ。めげないね。何言われても口説くつもりかな。俺が女を口説かないときは死ぬときさ。やれやれ、救えないね。ま、お宅の愛の成就祈ってるよ。任せとけ、色男に不可能はないのさ。裏切り、暗殺、しかし男は全て無残な死を遂げる。そしていつも美女ちゃんだけが生き残る。あの色男殿は
果たして勝てるのかね。美女ちゃんの背負う運命。孫一は死に参上で依頼を果たし、久秀の元を去った。小少将はそんな彼についてゆく。孫一の次の依頼人は長宗我部元親、四国統一にあと一歩まで迫った英雄である。元親は孫一を雇っただけでなく、織田とも盟を結ぶ。万全の体制で四国最後の敵、河野家、毛利家に対した。元親の四国統一は容易かと思われた。だが不幸を呼ぶ女、小少将の存在が波乱を呼ぶ。情愛の将、義を信仰。最下孫一だな。援軍感謝する。ま、仕事とあれば四国だろうがどこだろうが行くぜ。そっちのお嬢ちゃんは？わらわはかの明智光秀の娘じゃ。そっちは孫一か？ならば孫でよいな。わらわは織田の代表として長宗我部を助けに参ったのじゃ。長宗我部元親だ。なんとも賑やかな陣容だぜ。なあ、おお、ムンムンした女子が現れたのじゃ。惜しいよ。そっちは何者じゃ？私はこの人の大切な人よ。よろしくね、わらわちゃん。はあ、すごいムンムンぶりなのじゃ。そっちに弟子入りすればわらわもムンムンできるかな。やめといた方がいいわ。あなたのお父さんワンワン泣いちゃうわよ。たく、話が進まねえって。元親、さっさと出陣しようぜ。焦るな。四国は俺に統一されるのを待っている。行くぞ。この戦に勝ち、反骨の魂を奏でる。天下に。どう？不幸の味は。美女と一緒なんだ。どうってことね。いつまで持つかな、その余裕。死ぬまでさ。だから殺すんなら早い方がいいぜ。うん、どういうこと？俺を殺すため近づいたんだろ。大切な人を殺した俺を。冗談、そんなことする必要ないの。だって私に近づく男はみんな不幸に落ちる。私が抱いた男はみんな死ぬ。だから誰にも愛されないし愛せないの。悲しいな、あんた。不幸の呪縛にとらわれて自分の運命を腐して。生言うんじゃないわよ、坊や。あなたに私の何が。そうだ、あんたを不幸から救う方法思いついたぜ。俺を心底愛せばいい。はあ？この天下の色男に惚れて不幸せなわけねえだろ。ってことでいつでも愛の告白待ってるぜ。いや、むしろ今すぐでもいい。さあ、俺の胸に飛び込んでくるんだ。あん、ごめんなさい。ちょっとイラッとしちゃって拳を飛び込ませちゃった。諦めないぜ、絶対に。な、あら、気絶しちゃった。ほんとバカな人。水
見たか、元近。師匠はやっぱりすごいのじゃ。確かにあの女は強い。だが危ういな。己の不幸を受け入れ生きる、そう簡単にできるものではない。だから何かに寄りかかって生きる。それがあの女の場合は男だ。寄りかかっていた男がいなくなった時は別の男に寄りかかる。あの女がすべきことは寄りかかることではない。己の力で不幸をねじ伏せること。だがあの女はそれに気づいていない。いや、気づいていて目をそらしているのかもしれない。あの女が歩んできた清潔な人生ゆえに。なんだか師匠がかわいそうなのじゃ。人は皆幸せになって良いはずなのじゃ。なぜ師匠だけが不幸を背負って生きねばならぬ。師匠とて普通に恋をして幸せになれば良いのじゃ。孫一がその存在となれば良いが、寄りかかる相手ではなく愛する相手にな。じゃが孫は色男ゆえ好きな女子も多いのであろう。師匠にふさわしい相手なのかの。あの男もやるときはやる、誠実に。オム、ならばわらわは師匠の恋を応援するぞ。孫と師匠絶対にくっつけてやるのじゃ。信長、絶対許さねえ。震えちゃって、そんなに悲しいの？憎いの？こっちに来て抱きしめてあげる。あなたにいい情報があるわ。あの元近が明智光秀と何か企んでるらしいの。一方信長さんは部下がみんな出払っちゃって、今は一人本能寺にいるみたい。キャッ。これは俺の復讐だ。あんたは来るな。そうはいかないわよ。私はあなたに不幸を呼ぶ女だから。あなたが不幸に落ちる姿見物させてもらうわ。ついに孫一に不幸が訪れた。四国での仕事を終えた孫一のもとに秘宝が届く。彼のいない間に信長が奇襲征伐を決行。孫一の仲間は無残にも撃たれ、最下の里が焼き払われたのである。孫一は怒り狂いながら変わり果てた里を見ていた。その隣にはいつものように小少将がいた。彼女はいつにも増して美しく演んだ後、彼にささやく。敵は本能寺にあると。情愛の章、本能寺の変。あなたは最下孫一、私たちの援軍に来てくれたのですか。ああ、光秀、信長は俺にやらせろ。孫、師匠は一緒ではないのか。俺は一足先に寺に忍び込む。お前たちの邪魔はしない。
ただ信長を撃ち抜くだけだ。行ってしまった。堅能な雰囲気じゃったが、大丈夫かの。信長様に対する憎悪を感じました。信長様がいる限り恨みや憎しみは消えない。もうたくさんです。ここで信長様を討ち、私は世界を変えてみせます。なぜ私をかばったの？私はあなたを危険な目に。あんたの大事な人を撃ったから、それだけさ。罪滅ぼしのつもり？バカみたい。愛し愛される者が戦で死ぬ、そんなこと日常茶飯事でしょ。俺はそんな日常嫌なのさ。俺が望むのは愛し愛される人間が最後まで添い遂げる日常。女子供が悲しむ姿はもう見たくねえんだ。何語っちゃってバカみたい。らしくないわよ。じゃあ俺らしくあんたを口説き続けるとしようか。あんたが許してくれるまで。そう来なくちゃね、天下の色男さん。信長は本能寺の炎の中に消えた。為政者を失い、時代はまた大きく揺れ動く。信長亡き後、天下の実権を握ったのは織田の家臣羽柴秀吉であった。彼は明智光秀を討つと織田筆頭家老柴田勝家も倒し、信長の後継者としての地位を確固たるものにする。秀吉は徳川家康を臣従させた後、天下統一事業を開始。その最初の標的に選ばれたのは四国だった。胡尚昭は因縁深き地四国へと向かう。秀吉の大軍と戦う元親とガラシャを支えるために。なぜそんな危険を冒すのか、胡尚昭自身にもわからなかった。情愛の将、池田の戦い。ジョーちゃん、また助っ人に来たぜ。おお、よく来てくれたのじゃ。さっきの戦ではお互い大変な目に遭うたの。こっちのことはいいの。でもわらわちゃんも大概不幸ね。光秀のことか。確かにジョーちゃんにはきつすぎる。いいや、わらわは大丈夫じゃ。確かに父上は謀反人として討たれた。じゃが戦のない世を作ろうと努力なされていた。弱き者が救われる世を目指しておった。わらわはそんな父上を今も誇りにしておる。わらわは日の本一幸せな娘じゃ。参ったね。光秀が討たれて間もないってのに、ジョーちゃん笑顔だぜ。あんたはどうなんだい？私は師匠とて大切な人を失いながらも頑張っておる。そうだ、今日も色気をムンムンさせて絶好調。男たちを手玉に取るだろうぜ。あなたね。師匠、今日もムンムンで戦おうぞ。わらわたちの悲しみもう誰にも味合わせてはならぬ。わらわちゃん、参ろうぞ。不幸も羽柴も吹き飛ばしてやるのじゃ。ねえ、賞賛はあるの？
天下の羽柴軍に勝てる見込みはない。それがどうした。勝てぬからといって逃げる足も俺にはない。孫一は本能寺で逃げたか、圧倒的な敵を前にして一歩でも引いたか。引かなかったわ。男とはそういうものだ。大切なもののためならば全てをかける。俺は天界の反骨、あの男はお前。大事にしているものは違うんだ、魂は一緒だ。男って本当にバカね。そんなバカを女は愛する。そして夫婦となり子が生まれ世界が動く。時にそれが幸せを生み、時にそれが悲劇を生む。人はそうして歩んできたのだ、誠実に。ちょっと戦のこととだいぶすり替わってるけど。逃げたければ逃げるがいい、強制はしない。だがそうやって逃げることをあの男は望んでいない。俺が言えることはそれだけだ。おう、あいつと今何話してたんだ。内緒よ。今回は運よく勝てたみたいだけど、きっと秀吉に飲まれるわよ。それでもまだ抗うつもりか、元近。ならば逆に問おう。なぜお前はここに来た。なぜ俺と共に秀吉に抗った。それはお前は己の心に従ってこの戦場にやってきた。大きなうねりに逆らい己の運命にも抗うために。相変わらずちんぷんかんぷんだな。わからないか。声をなくした魂のために抗う、それはいい。だが魂に縛られるな。あくまでも進むのはお前自身だ。お前の運命は誰かが変えるのではない、お前自身で変えるのだ。誠実に。まあよくわかんねえが、励ましてくれてるみたいだな。そうね、なんとなくわかったわ。ありがとう。上等。小少将は元親と共に羽柴軍を破った。だがさすがの元親も秀吉の物量に逆らえず傘下に入る。秀吉は四国に続き九州、奥州、関東を制圧、ついに天下統一を成し遂げる。やがて秀吉が死ぬと天下は再び乱れ出す。実力者徳川家康と秀吉の維新石田三成が対立。両者の争いは天下を東西に分けた決戦に発展しつつあった。三成は家康率いる東軍の戦力を削るべく、東軍に属した大名の身内を人質として幽閉。人質の中にはガラシャの姿もあった。小少将はガラシャを救うべく幽閉された屋敷に向かう。なぜそんな危険を冒すのか、小少将にはすでに分かっていた。情愛の将、ガラシャ救出戦。ジョーちゃんはここに閉じ込められたみたいだぜ。私に関わった人は結局不幸に落ちたわ。あなたもわらわちゃんも。でも
もう失いたくないのよ、大切な人を。だから不幸を笑い飛ばしてみせるわ、わらわちゃんみたいに。いいね、さすが俺が惚れた女だ。まだそんなこと言ってるの？バカね。助けてくれないの？今のあんたなら一人で大丈夫だろ。ええ、必ず助けてみせるわ。ジョーちゃんが無事でよかったな。師匠、来てくれると信じておったのじゃ。わらわちゃん、抱きしめてやれよ。今のあんたなら大丈夫だ。師匠、師匠。みんないなくなってしまった。でも、わらわには師匠がいる。師匠、みんなの分まで精一杯生きようぞ。大丈夫よ、私の大切な人。